でかい。これも実は剥がれてるんですよ。おー、でかそうなんだけど。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが具志堅かっこ梅味くんです。いや、具志堅です。あ、具志堅か、やっちゃった。いらなかったか、梅味。珍しい間違い方。やっちゃった。いや、だから具志堅の剣が、オーザックのみたいなやつで、そう、それの梅味が発売中みたいに言ってたんだよ。オーザック梅味出てないでしょ。僕の剣の漢字はお菓子の片揚げポテトの肩で。具志堅の剣ってお菓子の片揚げポテトの肩なの？知ってるだろ。肩、そうだ、それだった。次は任せてください。お願いします。一緒に伝説作っていこう。逆、左手。今回はね、すごい楽しみにしてた動画です。え、この家でバーベキューするんですか？いや、バーベキューするか。ここで昆虫に悪でしかないから、そんな煙。そうか、うん、この家は昆虫優先だから。ああ、そうなの、うん、いや、まあ確かに鍋はね、具志堅としたけど。ああ、鍋やった、うん、そういうのをやるのは楽しみだけど、うん、この間、八幡さんも誘ったけど来なかったしね。何が嫌なのか分かんないけど、うん、鍋って聞いたからかな。ああ、鍋、実家に帰るって言ってたから。その時まあまあ配信があったみたいでね。ああ、うん、そう、 Wi-Fi 環境がまだ整ってなかったから、うん、らしいけど、うんうん、違います。バーベキューではありません。あ、違う。ちょっと早いしね。衣装ケース多頭飼育ヘラクレスが羽化してきました。おー、第2弾だね。僕はやらしてもらったか。あ、そう、前回、そうですよね、羽化してきた子っていうのが、うん、登場して、それ具志堅と一緒にやったんですけど、うん、それもぜひ見てほしいんですけど、はい、まあ今まで過去どれぐらいかな、まあ1回出してから説明した方がいいと思うんで、はい、一回出しましょう。お願いします。はい、衣装ケースこちらです。はい、はい、こちら。うん、でかい。でかいな。ああ、いや、もうマグロだったら小さめよ。いや、じゃあマグロで例えんなよ。そうか、確かにメダカだったら特大です。いや、怖いな、このサイズのメダカ。そう、これ100リットルの衣装ケース。はい、で、この中に、まあ、紆余曲折あったんで、うん、それもね、まあ、関連動画とか、まあ、ヘラクレスの再生リストに載ってるんで、うん、ぜひ見てほしいんですけど、うん、この中に4匹、うん、オスのサナギがいました、はい、最終的に。で、うん、1匹は前回浮かしてきて、うんうん、で、これ自体はまあ産卵セットで、ここにメス1匹投入して、うん、あ、はいはいはい、そう、普段は採卵をして卵を取り出して、また産卵セット組んで、そこでまた産んでもらってみたいな、うん、で、トータル卵何個回収できて、そこから何匹幼虫が孵化してきたかみたいな感じの、まあ、一連の流れがあるんですけど、うん、そう、それとはもう全然違う。もうこの衣装ケースにメス1匹だけ交尾済んだ子を投入して、うん、もうずっとそこで余生過ごしてもらうみたいな、うん、2週間に1回ぐらい餌あげてみたいな、うんうん、交換して、まあでも3ヶ月ぐらいでしたかね、3ヶ月半ぐらい。まあでも大体やっぱ産卵をずっとしてし続けたメスっていうのは3ヶ月、4ヶ月ぐらいで結構弱ってきちゃうかな。長くて4ヶ月って感じかな、平均的に。2ヶ月から4ヶ月ぐらいのイメージなんですけど、そういった中で結構3ヶ月半ずっと頑張って産んでくれて、そこから10ヶ月かな、放置しました。で、幼虫確認して、そしたら結構いたんで、はい、そこからまあ10匹をまず投入して、10匹で管理して、メスが先に羽化してきて、そしてオスが羽化してきて、で、今回のこの4匹っていうのはその中でもより幼虫のサイズが大きかった子、うん、がようやくサナギになってっていう状態ですね。はい、はい、なんでこれ自体産卵セット組んだのは2021年の11月。はあ、だからもう相当前だよね。うん、もう江戸幕府が終わったのが何年だっけ。いや、それは知らんわ。あ、知らないんかい。うん、そういうのを避けてきた人生なんで僕。あ、そうなんだ。いや、そんな前じゃない、2年ぐらい前じゃない、2021。そう、2021だから、まあ2年と3、4ヶ月ぐらいかな。あ、だいぶ前だ。そう、だから28ヶ月ぐらい、死者誤入したら30ヶ月だからね。あ、相当よ。に産卵セットを作った。そう、あ、っていうことだね。はい、うん、だから孵化してきたのは時期で言うと、一番早い子で2021の12月孵化とか、うん、って感じ。うん、うん、
で、この子たちがどれ、そっからどこのタイミングの時期かわかんないんだけど、はい、まあ、単純に考えて、まあ、2年ぐらいは幼虫して、羽化まで行ってくれたって感じだから、うんうん、平均的にやっぱ1年半ぐらいでヘラクレス羽化してくるんで、うんうん、そういった部分考えると平均より長めの子たちって感じかな。うんうんうん、ただ、幼虫体重がね、結局ね、これ測ったんだけど動画では、うん、記してはなくて、ただ、普段個別管理してるよりも、大きい幼虫っていうのが、ゴロゴロ出てきて、うん、でやっぱ多頭飼育ってちょっとそのサイズが伸びにくいみたいなっていう部分がまあ一個のちょっとした若干のデメリットみたいな感じで挙げられたりするんだけど、そんなことをもう思わせないような多頭飼育推奨していいんじゃないかってぐらいの立派な子になってたから、うんうんうん、そういった部分で言うと今回のこの4匹っていうのは下手したら自己記録もありえるような子が現れる可能性がある。いや、吸い込まれ、俺の何でも食う食べちゃうバクみたいなやつじゃなくて、危なかった、そんな可能性あるんだって緊張感が、めちゃくちゃ遅れて吸い込まれた。俺吸い込む時もっと豪快にいくから。いや知らないわ、そう具志堅の吸い込み方。そうだから具志堅と前回確認してね、はいはいはい、そう、そしたらまあ160ミリ超えるめちゃくちゃでかい子が初陣を飾ってくれたんだけど、ね、そっから2匹目が羽化してきてるって状態です。はあ、うん、でこれね本当は4匹羽化してくるまで置きたいところではあったんだけど、うん、その、まあ、前回前々回か前々回ですね、うん、に掘り返した時に全員サナギだったんで、うん、そのサナギの部屋の一部がもう壊れてる状態、うんうん、それ露天掘りっていうんですけど、はいはい、その状態になっちゃってるから羽化してきて、その羽化してきたオスがもしかしたら動き出しちゃって、うん、別のサナギにぶつかっちゃったりとかしたら、うん、そのサナギが傷ついて星になっちゃうリスクもあるんで、うんうん、羽化してきたらちょっと隔離したいというか、うんうん、個別管理したいんで結果的に1匹ずつ動画にするっていう感じになっちゃいました。はい、はい、なんで今回羽化してきた子っていうのも結構羽化したてかな、なるほど、うん、3日前ぐらいかなに羽化確認できたぐらいなんで、もしかしたら結構赤いかもしれない。なるほど、うん、からちょっとより優しくデリケートな時期なんで、そうです、うん、であとはまあ無事に綺麗に羽化してきてくれてるかどうかね、はい、うん、祈りつつちょっと開けていきましょう。はい、さあまず上から見てどれが羽化してるかっていうのが分かるかどうかね、いきましょう。こちらです、はい、ん？あ、はいはいはい、ちなみにこれが前回浮かしてきたものです。わかる？あ、じゃあ、え、この子サナギ見えるでしょ。はい、これもう実は剥がれてるんですよ。あーでもまあ色が確かに、あーそうね、暗い色があるか、うん、そうなんかこっちはまだちょっと赤、若干赤みがあるというかオレンジというかね、うん、って感じだけど、こっちはもう完全に羽化してきてます。ただもうその羽の部分とかもまだ分かんないから、すっごい、うん、これね実際見た感じだとこの、まあ、これがね下にあるからサナギの部屋がどんぐらいのサナギの部屋のサイズ感かは分かんないんだけど、このパッと見た感じだとここの子が一番サナギの部屋でかかったから、めちゃくちゃでかいっすね。そう、もうこんなん本当ラグビーボールぐらいあるじゃん。うん、そう、その中の一番でかそうなサナギの部屋の子が浮かしてきたっていう感じ。めちゃくちゃ雰囲気ありますね。いや雰囲気しかないねこれね。そのメルウェムと護衛軍みたいなさ、あ、ハンター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 の、うん、もしかしたら世界が変わるかもしれない。いやー綺麗に羽化してきてるかどうかだね。ちょっと確かに見えないな。見えない。そうでこっちの子はまだサナギ、全然サナギだったね。よし、じゃあちょっと出してみましょうか。どこに出しますか。まあ、ここに出そうかな、ひとまずは。ここかここに。ちなみにこっちがこの今もう虫かごに入れてるこのサナギの部屋です。はい。ちょっとじゃあ出します。サナギの皮も脱がずに出したいな、一旦ちょっと行きますよ。はい。おお、え、でかそうなんだけど。あ、でも動いてる、元気そうだね。どうだ、綺麗。
どう？おでかいんじゃない？すごいすごいすごい。鎧まとってるみたいになってるね。え、でかいよね。どう？すごい色味。そう、まだまだ赤いね。背中は赤いし、角はなんか錆びてるというか。そうね、まだサナギの皮まとってるから、ちょっと手に乗せてみたいな、このまま。おー、でも綺麗、綺麗に浮かしてきました。おー、いいね。いや、でかいよ。ちょっとどうだろう、息を飲むでかさだな。このサナギの皮で雰囲気がわかんないから、ちょっと剥がしてみましょうか。はい、さあ、いきます。どうでしょう、角はどうだ。おお、ごつ。下の角も自分で脱いだね。はいはい。おお、でかいんじゃない。どうでしょう、かっこいい。ちょっとここサナギにぶつかりそうで怖いから、一回蓋しましょう。はい。いや、かっこいいね。おお、おお、いや、でかいぞ、ごついね。バランスもいいし、サナギの皮まとってた時は結構体がでかくなっちゃったかなみたいな風に思ったけど、はいはい、やっぱあのサナギの皮が太かった分、そう思ってただけで、この角が出てきたらすごいスタイリッシュに見えるね、なんなら。いや、いい感じじゃない。いや、何より綺麗に浮かしてきてくれました。どうだ、ちょっと測ってみるか。だいぶでかいよ。ちなみに自分の自己記録が 171.5mm で、そこで言うと 170mm、 17cm、超えてくる子もこの4匹の中1匹ありえるんじゃないかなみたいな、下手したら4匹ともありえるんじゃないかなみたいなサナギのでかさだったから、どうだろう、見た感じは。でも160はありそうだよね。ちょっと緊張の一瞬です。測ってみます。羽先から角先ですね。お尻で測っちゃうとサイズが定まんないから、基本的に羽先から角先、この長い方の角の先で測るのがまあ一般的ですね。どう？でかいんじゃない？ここか、来ました。はい、結果、162.4。 160は超えました。素晴らしい。170はいかなかったけど、160mm の立派な子になりました。うん、これで160か。もっとでかく見えたけどな。うん、って考えるとどうだろうな。ここの子が一番正直でかいと思ってたから。ああ、そうか。ただここもね、前サナギもうちょっと今何回も取り出すのもあれだから、あれだけど、前々回サナギ一回確認、掘り出して確認したけど、その時ね、意外とこいつがでかいと感じたけど、みんなでかいねってなったから、そこで言うとここの子たちも160台は行ってくれてんじゃないかな。すごいな。いや、すごいね、みんな160超えてたら。そうね、多頭飼育で160超えてくれてたら十分だよね。ちなみにこれはマット交換自体はトータルで3回ですね。2年、28ヶ月でって感じになります。で、その都度減った分足したって感じだから、でもまあトータルで言うと70リットルぐらいは追加したかなって感じ。まあやっぱケースがでかいから、はいはい、70リットル、60リットルぐらい、まあ1回の交換で30リットル分ぐらいは足した印象。まあただ過去動画で見てもらったら多分土足してる場所も出るとは思うんですけど、結構やっぱゆっくり育った感じですか。ゆっくり育ったね。まあこのケース自体が上の方に置くことができなかったから、やっぱ重いし、結構下の方に置くことになって、で普段、まあ当時昆虫ハウスとか特に22度前後で管理してたから、下の段とかはやっぱ20度近くになる。寒いと18度で、あったかいと21度とかぐらいって感じだったから、結構低温管理、だからちょっと温度が低い分ゆっくり成長したのかなっていうところもあって、これぐらいの期間かかったかなっていうのもあるし、単純に大きいからサナギの期間とか全容、そのサナギを作る期間、準備期間みたいなのが通常の子よりも長かったっていうのも考えられるけど、まあ実際のところね、この子たち以外の残りの6匹、メスとちょっと小ぶりめのオスっていうのはこの子たちよりも4ヶ月、もうちょい前かな、5、6ヶ月ぐらい前に羽化してきてるから、そこで言うとまあサイズの影響もあるかもしれないけどね、平均よりも相当長いからね、
平均18ヶ月ぐらいでオスは羽化してくるところをさらにそこから10ヶ月幼虫してるから、うんうん、かかって羽化まで行ってるんで、うんうん、まあでも時間はかかったけど立派に羽化してきてくれました、うんうんうん、いや素晴らしい。でこっちが前回の子ですね。これが162、あ、161.2、うん、だから1ミリ大きかったねこの子より、うんうん、この子もごついけどね、うん、確かに、うん、またでも同じタイミングで見ると微妙に形の違いだったりっていうのがやっぱありますね、うん、そうね。だからこれ見た感じだとこっちの子の方が体がでかいというか、うんうん、ちょっとね、まあ4匹羽化してきたらまた見比べてみたいね。あ、いいですね、うん、体がごついこっちの方が、うん、こっちの方が角が長い気はするかな。確かに、うん、そう、まああとはね1匹目の子に関しては、うん、ちょっと多分羽化した時にサナギの部屋から落ちちゃって、うん、でそれで羽がへこんじゃったりとか起きちゃったんだけど、はい、うん、だからそういった部分で若干やっぱサナギの部屋から落ちちゃう心配とかあったから、うん、不安ではあったけど、もう無事に綺麗に羽化してきてくれて、かつ隣のサナギの部屋に行ったりとか、うん、そういうこともなく羽化してきてくれたんで良かったですね、うん、めちゃめちゃ落ち着いてますね。いやほんとね、なんか生きてるって思えないぐらいいい感じで落ち着いてるんで、だからまあしっかり固まってくれるんじゃないかな、うん、だからこの子も一旦ここにこういう感じで入れときましょうか。はい、うん、ちょっと一応ね、どの子か分かんなくならないようにここに入れてるんですけど、はい、これ入れるための容器出します。はい、はい、こちらです。はい、はい、こちらこの、まあ、小林入浴制ケース、うん、これに針葉樹圧縮したチップペレットっていうやつと、はい、バークチップ止まり木ですね、うん、これを入れて加水するという、これで僕は管理してます、うん、で動き出したらやっぱ活動開始しちゃうと結構やっぱさすがに160の子にこれは狭いから一回り大きいのに移したりとか、うんうんうん、そういう感じでやってます。これでまあ一旦加水してフェレットがふわふわになるのを待つって感じ、うん、いやおとなしいな。そうですね、うん、全然動かないね、ちょっと心配なぐらい。でもこういう時期って動かない方が落ち着いてる方がいいから、うん、やっぱこの時期はいかに体力を残して固まるかみたいな、うん、やっぱ体力ゲージみたいなのがあるとしたら、この時期ってこう餌も食べる期間じゃなくて体を固めるための期間だから、うん、その例えば体力ゲージがもうなくなっちゃった時にギリギリの時に餌食べて体力ゲージこう回復させるみたいな、はい、そういうことができない状態だからね、うん、この時期やっぱできるだけ落ち着いてくれてた方がこう安心できる、うんうん、やっぱ子供とかもわんぱくな子、はいはいはい、とか、まあ、毎日怪我して帰ってきちゃうみたいなのってやっぱ家出て子供たちが無事に帰ってくるまでの間不安じゃん、うんうん、それと一緒だよね、うんうん、そうこの子はもうだから家から出ずに、うん、部屋でずっと何の音も立てずにじっとしてて、うん、ご飯食べる時だけ出てくるみたいな、うん、あ今日も元気だったねみたいな、うん、ちょっと不安だろそれはちょっと不安になるけど、ね、まあヘラクレスはこれぐらいじっとしてて、そうこの時期はもう寝る時間だから、あこれ親はでかいんですか。あ親はね、うん、でかいね165、だから親よりちっちゃいんだねこの子は。なるほど、ね、うん、そうね、だから結構体重の乗りはすごい良かったから、うん、だからこれで160だから体重の割には、うん、うちで飼育してる171ミリの羽化してきた血筋の子とか、うん、そういった子から考えると体重の割には伸びてはないかな、うん、からなんかあ体に行ったりとか、うんうん、角幅に行ったりとかしてたりはするのかな、うんうん、ただ角は別に太いわけではないから、はいはいはい、うん、どっちかっていうとオスの影響っていうよりメスの影響が強いのかな、うんうんうん、メスの方は、なんだろう、まあ、縦に伸びやすい感じの血筋の子で、うんうん、そういった部分でいうと角の細さ長さとか太さ的な部分でいうと細身ではあるから、そこはちょっとメスの部分を引き継いでるかもしれない、うんうん、かといって別に体もねそんなめちゃくちゃでかいわけでもないから、うん、すごいスラッとしてて、うん、ガタイが良くてかっこいい子って感じだね、うんうん、あ形綺麗ですね、形綺麗、うん、そうだからもう坊主にした時に頭の形褒められるタイプだね形綺麗ですねって
人間で言うと、うん、あれ何なんだろうな。ありますよね、うん、形とかじゃなくて似合ってるか似合ってないか言ってほしいのにな。え、五輪とかしたことある？あー、いやでも三部か、三部何、三ミリ、あー三ミリか、うん、それかな。そう、もう五輪、俺ら中学校の時大会前って絶対五輪にしないといけなかったから、もう時代が、時代を感じるけど、その五輪にした日から数日はあのタオルとかめっちゃ引っかかる。あーすごいよ。シャンプーめっちゃ楽だけど、シャンプーもだってもうこうだもん。そうそう、これ1往復ぐらいでいけるから、それは楽だけど、風呂入ってタオルもこう、こうやれないから、引っかかるから、うん、こうなっちゃうから、うん、こうやって拭くというか、うん、置くタオルを置いて拭き取って、うん、で、あ、風呂上がり、実家とかってさ、うん、なんかのれんみたいなカーテンあったりするじゃん、うん、廊下とリビングの仕切る、うんうん、ああいう場所油断してたらそれに引っかかって、もう首めっちゃ持ってかれる。引っかかんの？めっちゃ引っかかる。五輪ってそんなになっちゃう？五輪はそうなるからね。いや、皆さんも気をつけてください。いや、今更いないでしょ。何、今更五輪する人もうないか。そうだよな、なかなかいないんじゃないですか。もうないよね。うん、俺、あれ何だったんだろうな。でも俺らは勇気持って、うん、五輪はやめたいって監督に言おうみたいな感じになって、うん、誰かに言ってもらったんだよ、副キャプテンに、うん、で、みんなの意見っていうので、うん、で、分かったってなって、うん、3ミリで大会出たら、うん、今までにない成績で負けちゃって、うん、その普段は優勝とか準優勝とかだったのが、うん、そのベスト8ぐらいで負けちゃったみたいな感じになって、うん、その監督から言われたわけじゃないけど、うん、それ以降はもうみんなずっと五輪、うん、なんか真面目だ、そう、責任感じて、あ、髪の毛が長すぎた、そう、髪の毛が長すぎたっていう、そう、オカルト負けた理由をオカルトで済ました、ね、あるよな、あるよな、うん、そうっていう話をしてたらね、はい、視聴者の方も、うん、ペレットも盛り上がったみたいで、いや視聴者の人はどうだろう。部活あるある教えてください。確かに部活あるある聞きたいな、うん、世代ごとのとか、はいはいはい、今の部活がどうなのかとかね、今野球部の方とかいたら教えてほしいですね、うん、はい、でこの子も一緒に入れます。はい、あーでも綺麗に収まった。いやいいね、ちっちゃく見えるもんなこのケースが。これスマトラとかの 100mm のスマトラ入れたら結構広く見えるんだけど、うん、やっぱまあ全然違うね迫力が、うんうん、王者ですかやっぱ。王者だね完全に。でこれを上からかぶせると、まあもう餌は食べない。そう、餌は食べないんで、この期間はじっとしてもらうために、もうじっとするっていうのが仕事こいつらの。で、この電動スプレーで加水を、これでもかってぐらい僕はします。そうで、もうだからこの加水だけで、あの活動開始まで基本的に保ってもらうぐらい加水するって感じで、まあキッチンペーパーで、水分も保てるし、はい、でキッチンペーパーがボロボロになったらオスが動き出したんだなっていう合図にもなるから、うん、キッチンペーパーは僕は入れてその管理が楽になったって感じかな。はい、これでここ2匹入るかな。ここに入れときましょう、ひとまず。でサイズだけ書いておきます。昆虫ショップとかに並んでるヘラクレスっていうのは、うん、結構餌も食べるし、うん、孵化してからも年月は経ってる子たちなんですか？あー、まあ場合にもよるね。うん、そのそういう子もいるし、休眠中の子もいるかもしれない。あー、なるほど。けどそこ難しいよね、ショップ管理、置いとく分にはやっぱ休眠中の子の方がその良かったりするんだけど、やっぱ餌変える必要ないし、その急に星になるというか、その寿命が来るとか不節が気づかない間に取れちゃうとか起きたりするから、やっぱ生きてるとその昆虫自体もそういったのが起きるから、途中で気づいたら不節取れてたみたいなこともあったりするんだけど、休眠中って基本的に不節が取れたりとか、まあ突然星になる可能性はなくはないけど、うん、一定の時期超えたらもう安定して、あとはもうじっとしてるだけみたいな風になるから、うん、はい、管理としてもしやすいから休眠中に置けたら多分楽なんだけど、うん、でもやっぱショップってなるとね、やっぱこうあの勇ましい様とかを見てもらって、こうグッと来てもらったりとかもあるからね、うん、
あとはやっぱ初めて飼う人が休眠中ですって言われても結局ピンとこないというか、うんうん、餌あげなくて大丈夫なのかなとか、うん、そういった部分の心配とかもあるから、うん、やっぱ餌食べ始めてる子っていうのが多いね、うんうん、そうだから購入してすぐオスメスこうペアリングできるような状態だったりとか、はい、もう活発に動いててこうちょっと指近づけただけで威嚇してくるあのいわゆるカブトクワガタの、うん、あのかっこいい姿みたいな、うんうん、状態の子が多いね。あ、うん、なうん、かな。まあもしかしたら結構ちっちゃいクワガタとかクワガタ系とかは休眠中に出してるショップも多いけど、うん、カブトムシ系で休眠してる子出してるのはあんま見ないかもな、うん、意外とその時期にもよるかもしれないけど、はいはい、かな、うん、そう。あとはまあ展示系のやつとかは、まあ、基本も休眠中の子はどうしても隠れちゃうから休眠中の子って、うんうん、隠れてもやっぱじっとしないといけない一環だから、はいはい、より見つかんないようにとかっていうのがあるんだろうね多分。うん、だからやっぱ展示の時に休眠の子だと餌場に来ないからまず全然見れないみたいなことになるんで、はい、基本的に活動開始してある程度立ってる子が展示されてることが多いかな。うん、そうね。まああとは注目の助っ人アギラ聞いてないわ。ライオンズのあとはって付け加えてうん、俺質問するときに、うん、ショップに並んでるヘラクレスってどういう状態でしたか、あと今シーズンの助っ人も教えてもらっていいですかって俺聞きました。あ、言ってなかった。いや、その前者の方の質問をしましたけど、後者は誰が質問したんですか。あ、してないか。いや、してない。勘違いしてたわ。ライオンズのアギラーね。あ、そう、あ、そう、山川資金でたくさん助っ人取ってるから、あ、みんな、あ、当たってほしいね。アギラー2億1000万だったかな、一応推定年俸、はい、メジャーで100本以上ホームラン打ってる、まあちょっと中堅、33歳らしいけど、めちゃくちゃでかいからね、ガタイね、人も良さそう、人良さそうだよね、なんかね。そうだからまあ試合も見に行きたいね、せっかくならね。いいですね。やっぱあの西武ドームに俺ずっと行けてないから、 YouTube 始めて、うん、まず最初に犠牲にしたのってライオンズの生観戦だから、へ、あーそっか、うん、まあ、時間の時間、ね、うん、その昆虫飼育じゃない部分のね、うん、YouTube に必要なこととかでやるってなるともうそこを犠牲にせざるを得なかったから、うん、あ、そうだったね、うん、行きたいね、まあ、落ち着いたら、ね、落ち着いたら、うんうん、すごい広がる好きだからライオンズ確かにね、体操体系じゃないんだからないや広がるけど体操体系いやいいね、まあ、これもねこんな話もできるのもやっぱヘラクレスが無事に羽化してきてくれたおかげです。そうですね、うんうん、そう、もうあとはどこが本編かは皆さん次第でいてもらって、うんうん、まあ、ただもうちょっと大きいと思ってた個人的には。大きく見えてたから、はいはいはい、162、165ぐらいあってもうおかしくないんじゃないかなって思ってたところでの、まあ162十分立派だけど、はいはいはい、こっから残りの2匹がどれぐらいなのかちょっと楽しみに待ちたいと思いますんで、うん、まあ、理想はね2匹とも羽化したタイミングで掘り出すことができれば、はいはい、嬉しいね、うん、そこで4匹みんな無事でしたってなって、あ、4匹を並べて見比べたりとか、いいですね、できたら最高だね、うんうん、まあこれ2匹とも具志堅にやってもらう形になったけど、うん、トータル、うん、具志堅的にはどうだった。いや、もうまず綺麗にね羽化してきてるのが素晴らしいし、うん、このだからここで飼育して、うん、で羽化するまで待つっていう。いや、そうね、でやっぱ一匹じっくり見る時間もあって、うん、やっぱヘラクレスの大きさというか改めて飼育ケース最後入れた時とかもやっぱでっかかったですし、うんうん、王道のカブトムシなんだなっていうのは改めて感じましたし、確かにね、もう憧れのね、うん、カブトムシじゃない、はいはい、で1匹目と2匹目の子、うん、比べるとやっぱ多少なんか体の大きさとか、うん、まあ、角の角度だったりこうまっすぐ生えてるかみたいなところも違いがあって、うん、なんかどれが好みにするみたいなのもやっぱ選ぶのって楽しいんだろうなとか、うんうん、ありましたし、そのサナギ、うん、今いる2匹も、うん、サナギの段階ってすごいやっぱデリケートなんだなっていうのを改めて感じましたね。ああ、そこであの羽化した子がなんか動いちゃってそこに侵入しちゃうと、うん、何がきっかけでね死んじゃうかみたいな、うん、形が変わっちゃうかみたいなのがあるっていうのは、うん、やっぱ改めてこうなんていうんですかね、こっちは見てるだけなんである楽というかね、
ブリードしてる人はそれをなんか触ったりして確認するともあんのかなと思うと、飼育してる人にしかやっぱ見れないしできないことなんだなっていうことだね。あ、まあ確かにね、やっぱさなぎはすごいデリケートだから、より清潔な手で持ってあげたりとか、まあ、基本触ることはないんだけど、まあ、基本触らない方がいい。やっぱまあ触るののリスクっていうのは常にあるっていう感じ。もう本当に持っただけで、傷つく可能性も出てきたりとかあるし、そのなんだろうな、もう人間の、まあ、言ったら爪が当たっちゃったりとか、そういうちょっとした傷で羽化できなくなったりとかするし、あとは手に付着してる菌とか、そういうのが影響でサナギがこう星になっちゃったりする可能性もあるしとか、持った時とかってやっぱサナギもグネグネ動いたりするんだけど、ああいう動いたことによって体力が奪われて羽化するために必要な体力まで使っちゃったりとかっていうのもあると思うから、そういった部分で言うと極力触ったり衝撃は与えない方がいいんだけど、まあでもやむを得ず触る必要がある時とかはやっぱ飼育してたら出てくるし、あとはまあ触ってみたいっていう好奇心もあるしね、そういった部分考えるとまあ極力触んない方がいいけど、まあ触る時は手を清潔に保ったりとか手袋したりとか、まあ、傷つけないように慎重に触るっていう風にした方がいいかな、っていうところだね。触るっていうかなんかもう乗せるぐらいの感じなのかな、もう難しいところだけど、まあ本当にね、まあ、どのタイミングもやっぱ優しく扱わないといけないけど、より優しく扱ってあげるのは必要かもね、サナギはね、だね。まあだからサナギが動くっていうのを知らない人も結構いるからね、意外とね、そうだから、まあサナギも成虫も見れるっていう部分で言うと、そうですね、羽化して羽化がずれてるっていうのも結果的に良かったかもね。そうだね、残り2匹も頑張って羽化してもらいたいですね。いやそうね、だからまあそこが具志堅になるのか平岡さんになるのか分かんないけど、まあ残りの2匹も無事に羽化できるように具志堅も視聴者の方も祈って待っててください。はい、そんな感じで今回の動画は以上になるんですけども、概要欄から、僕が出させてもらっている飼育本も購入できるリンクあったりとか、今日出たようなこういう、まあ、電動スプレーとかバークチップとかそういうなんか僕が普段使ってるような Amazon で買えるやつとかもリンク載せたりするんで、そちらも、概要欄から、よかったら見てみてください。ご視聴ありがとうございました。